ドバイターフ5着以降、休養していたドーデュース、オス5歳、立東、友道康夫9社、父・ハーツくらいが5月17日、立東トレ戦に帰球した、友道調教師は、ドバイから帰ってきて、疲れもなく元気そうです。レースの次の日も元気だったぐらいですと様子を明かした、今後は宝塚記念、G1、6月23日、京都、芝2200メートルに向けて、調整が進められる。